鋼の錬金術師瞑想のロンド、前回の続きからプレイしていきましょう。さてラストを倒した後からですけども、先進んでいこうか。下がここどうやって開けんだ。こっちぐらいしかないよね。全部押さないと開かないのかな。どうしよう。こう。巨大砲。超巨大砲でいっか。これで、どか、おおはは強いな。で、銃連射、発火。おお、避けたね。全員のレベルが上がってんのがすごい避けるな、みんな。発火。よし。で、これで、はい。あ、ダメージも少ない。烈空槍。やっぱ強えなぁ。銃連射、発火。避けたね。よし、オッケー。これでも、もう雑魚は。おー、開いた。これで、あれか。こっち側のボタン押せるようになって、こっち押すと、正解。よし、行こう。結局なんか全部押さないとダメなんだな。よし。波乗り系のやつを。お、全体だね。よしよし。悠久の壁。ずいぶん離れたな。あ、悠久かな。発火。あー、ダメージ。だいぶでかいな。避けたけど。スカイストライク。これやって、これやって、こ、あれ？あー、ダメか。これ、こうで、早く作ろう。多分これで倒せるんじゃない。よしよし。残してくれよ。頼む。よし。回復。よしよし。ストックして、銃連射、発火。もうちょっとだよね。これで行こう。ああ。こいつ強いなぁ。当たった時ででかいんだよなぁ。よし、これで、酒、ん？お前、制作スタッフに愛されすぎじゃない？またバルド？なんでバルドのやつここに？注意、どうなっている？バルドは現在、確か刑務所で服役中です。なら、偽物中古だな。もしかして、ケイトの人形？それじゃあ前に、列車の中で会ったバルドもケイトかな？あ、私が人質にされて、エドとアルが助けてくれた時の列車強盗さんね。ごちゃごちゃ言ってないでかかってきな。カエルの、かかってこいと言っているようだが。大佐、その言い方と自分は関係ないって感じなんだけど。
本人でないと分かった時点で私が手を下す必要はなくなった。それに残念ながら鋼なの君をご指名だからな。ああ残念だ。しかし大佐、一刻も早く先に進まねばなりませんぞ。少佐、ここは一気に片付けた方が早く済むと君は言うわけだな。確かに一理ある。よし鋼なの貸しにしようやろう。なんで俺の貸しなんだよ。貴様らはわざと俺様の存在を無視してるだろう。してるね。ああ怒らせちゃったよ。あんまり怒らせると向こうも本気になっちゃうかもしれませんよ。いやいや、わざと怒らせて敵の動揺を誘うというのも策としてはあるぜ。俺様が尊敬する侍が使った兵法の一つだ。そうなんですか。一つ勉強になりました。お前らまとめてぶっ倒してやれ。全員で怒らせにかかってるもんな。しょうがない、相手してやるぜ。マッチョも引き連れてんのか。鬱陶しいな。全体攻撃やんないといけないもんな。波乗り系でこれもあれか、単体か。だったら石でいくか。よし、これで無双の壁。よし、いいね、いいダメージ入るね。で、発火。よし、いいぞ。で、これ大きいな。これで無理か。これはまあいっか。よし、避けた。10連射。あんだけ食らって、てか結構ダメージ食らってもこんだけしか減ってないのか。結構厳しいな。これで雑魚がダメか。まだダメか。バルドだけでもどんどん減らさんとな。基本的にはもう発火で全体攻撃は任せよう。エドもできるんだったら加勢する形にはしたいけど、したいけどって感じだな。こうで、あーよし、10連射。あー、マッチョ。よしよし、余計マッチョ、余計マッチョ。これでマッチョはいかないかな。マッチョでも弱いけどな。よし、これでこれ単体攻撃だったよね。総流山、どの辺が層だったのか竜だったのかわかんないんだけど。よしよし、発火。お、もうちょっとだね。これと、まあ、これでいいか。ああ、こいつも弱いな。ラストの方が強くなかった？よし、へい。これで、へい。終わり。やっぱり人形だったね。ゲートのやつ、人をからかいやがって。探し出してとっちめてやる。兄さん、認可を探すっていう本来の目的は？なもんあったかもしれん。俺を殺したらどうなるか思い知らせて。エド、そのセリフどっちが悪役かわからないと思いますよ。あれ行くぞ。きっとケイトのやつを探し出してやる。まあでもどうせ戦うことにはなるよな。あ、兄さん、なんだか目的が変わってるような気が。私不安。まあ最終結局戦うんだったら別にいいと思うけどな。どうせ次ランディあたりでしょ。
でケイトが来てみたいな感じだと思うんだけどな。無理か。よし。瞬撃ゾン。おお。通り魔みてえだ。あっか。よし。で、これ、いや、無理か。これでいけんな。よしよし。これでいくら入る？よしよし。こいつ、なんか知らんけど弱いから倒しやすいんだけど、 HP 高いな。でも風のざわめき、よし。で10連射。あっか、全然減ってねえな。どうしよう。こうこうこうで埋めるか。せっかくだしな。よし。硬くない？こいつ全然減ってなかったんだけど、バルドより強いんじゃない？そんなこともないか。おお、いいね。よし、ハッカー銃連射。はいはい。無理か。おお、あー、いや、増えるだけだよな。まあ、いっか、これで。あー、ダメージ結構もらったな。マスタング大佐が一番やばいか、今。これって、とどめぐらいになってないか。まだか。あっか。まだか。まだか。巨大砲で。よし。メド式巨大砲。へい。やっとだよ。えらいかかったな。お、普通。これぐらいは普通に飛べんだな。全然避けてたけど。あ？なんだこれは。何か床が抜けてるんでしょう。このままじゃ通れないね。ケイトのやつ、どこまで俺をバカにせよ気がつくんだ。いや、ケイトがやったわけじゃないと思うけど。俺たちはパズルをやりに来たんじゃねえぞ。もう付き合ってらんねえ。あれ、石の7の6。7の 6？ 石か。石がそもそもないんだよな。粘性。石の7の6だもんな。3、4、5、6。無理だよね。4の5か。4の5作っといてもいいか。いや、これの代わり、いや、でもな、6作っちゃうとな。違う、7か、これ。4の5作っとくか。7の6だから、
んの子も作っとくか。5-4、7-6だから これで22が来ればって感じかな。あ、ダメだ、ミスった、5作っちゃった。そうだよな、そうだよな、ミスったな。今欲しいのが4-2ないな、多分それ。1-4、これもいらんか。3-2、これいらんな。2-2で5-7だもんな。7-6でしょう。これだけ作っとくか。編成。3-4。4-2か。1が欲しいんだけどな。1-4。早く作っとくか、もう。捨てるよりはいいだろう。そんな、いらんけど。これで5-5が作れるのか。編成。5-5でしょ？7-6だから、2-1があればいいのか。2-1か。2-1が欲しい。ああ、マイナス系が来たな。1がいいんだけど、11か。お、来た。よし。使う。これでどうよ。止まってるよ。これ他のとこでもやればよかったのにな。よし。じゃ、早速。使うか、これ。全体攻撃。裁きの鉄槌。よし。発火押せなかったな。まず一体、発火。で、これも。せっかくだから使うか、これ。よし。銃連射。えい。よしよし。ゲートのやつどこにいるんだ。だから探す相手が違うって。兄さん、探さなきゃならないのはリンクなのに。やっぱりランディだ。よう待ってたぜ、鋼の錬金術師よ。誰？またかよ。一応ボケてみただけだろ。そんなにマジになんなくてもさ。鋼の錬金術師よ、今度こそ俺の元にひれ伏させてやるぜ。あ、そう。けど、興味がないのはわかるけど、相手を仕上げるのも礼儀よ。
わざわざ出てきたのに、かわいそうだと思いません？どうじゃすんな。こっから先、大将の元には行かせねえぜ。なるほど。では、この先に輪郭いいんだな。教えてくれて感謝しよう。あ、またいらねえこと言っちまったか。ってことは、ゲートのやつもそこにいるんだな。だから兄さん、探す相手が違うって。お前ら、ごちゃごちゃうるせえぞ。とにかく、先には行かせねえ。うちの大将の元やよな。なぜそんなに輪郭に肩入れする？お前らのようなエリート錬金術師にはきっとわかんねえよ。大将はな、俺のしょぼい錬金術を見てすげえって言ってくれた。俺の錬金術は、ただ筋肉を硬くす。あ、そうなの？そして殴るだけ。うっせえ、ちゃちゃいるんじゃねえよ。ま、その通りだけどよ。けど、そんな俺の錬金術に、治癒錬成の頻度があるってよ。人間の体をよく理解していなければ、肉体の操作はできないわ。それは治癒錬成に通じるものでもある。難しいことはわかんねえ。俺はいつもフィーリングで練成は、すごい、それもすごいな。ある意味天才？けどよ、そんな俺に対してはこう言った。俺の錬成術のメカニズムがわかれば、たくさんの体が弱い人が救えるってな。だからこんなところで、こんな俺でも人の役に立てるんだなってよ。だからって強盗していいわけではないからな。やっぱお前らにわかんねえよな。ごめんのだ。鋼と、炎と雷、お前ら俺と戦え。使命か。なんでそうなるんだよ。ご指名ときたか、よかろう。よ、ちょっと待てよ。なんで俺そう思う？お前も国家錬金術師だろうが、国家錬金術師の三人が相手なら俺も本気を出せるからな。それなら、剛腕のおっちゃんもそうだろうが。我が輩と彼はもう決着がついている。え、どっちが勝ったの？およ、拳を交えて分かり合った仲ってやつだ。なんか奇妙な友情が芽生えてる。お前ら、過去はいいか、そんじゃ行くぜ。鋼の錬金術師、ここでぶっ潰してやるぞ。鋼の、大変だな。潰されたら、ますます身長が沈むぞ。余計なお世話だ。と、なんで俺さんまで。よし、じゃあやるか。普通に、錬成で。よし。とりあえず、まず、一撃。で、あとは、発火。あーくっ、重いな。対策回復するか。さ、回復しないとやばいよな。やばい。重いな。エドでこんなに食らうのは結構やばいぞ。とりあえず大佐は自分で回復してもらおう。チャージアクセル。よし、いいね、500ぐらいいったな。あっ、だから、200。自分で回復してもらおうか。いやぁ、重い。人類。これで減らせるから、こういって、こうで、無理だな。よし。これで、200。よしよし。やっぱ強いんだよな、単体攻撃めっちゃ強いよな。マーティンス。あっか。くそー、崩壊だったらな。だな。よし、これで不動の壁。
レベルでさ、使えるやつ変わったりすればいいのにな。エド以外に。エドはさ、結構パターンあるから、いいんだけど、他がな、結構、ワンパターンにっていうか、ワンパターンだからな。お、いいね。何が使えるんだろう。エド式なんだ。エルリックカノン。エルリックカノン。強っ。俺の筋肉が。よかったな、エド。潰されずに済んでよ。まだ言うか。回復しないと厳しいかな。あいつもリンカーも根っからの悪人とは思いませんな。だが軍に対して弓引く者を野放しにはできない。さてと、ヘルサイズを倒したし、残るは、ケイトのやつだな。リンカーじゃないの？リンカー後回しだって言ってんだろ、ある。ああ、なんだかどんどん間違った方向に進んでいくような気が。はい、心配すんな。ああ言ってるが、やるべきことは分かっている。お、認めてるね。マスターム大佐はエドのことを信頼してるんですね。大佐のことを尊敬しています。おお、これぞ戦友同士の同試合というもの。我が輩も感動いたしますぞ。とにかく先に進もうじゃないか。何を柄にもなく照れてんだよ、大佐さんよ。うるさい。いいから先に進むぞ。はい、じゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。